はい、ジェン君おいで。おいで。あら。ジェン君、反対回りしてるよ。ジェン君おいで。あ、でででで。おり。おいで。ジェン君。ジェン君。ゆっくりなんですね、ジャン君。あれで。ジャン君。どうした？隣の部屋で鼻歌歌っているママさんが気になっているようですね。はい、やりましょう。はい、どうぞ。出ぐる？いや、行ってきて。はい。違うな。ここでやんな。さて、よいしょ。30日に歌うんですが、それ以外の人たちが歌う曲でパーカッションをやるという話になっているので、その人たちの曲をですね、聞きながらパーカッションのプランを立てます。iTuneイデオ iTunes iTunes って最近呼ばないんだね。ミュージックっていう名前なんだけどね。まあいいか。はい、じゃあちょっとお勉強しますね。はい、うん、ハッピーバースデーポンちゃん宛てにですね、たくさんのものをまたいただいてしまいました。ありがとうございます。これは茨城
メロンサイダー、なんかすごい色だね、深い色してるから、これ果汁入ってるな。だって日本一のメロン産地、生産地って書いてあるよ。なるほど、意外とそうだよねっていうのをテレビでも知りました。それからこれ、話題に上っていたマオイママさんが夢にも見たシソで巻いたやつですね。美味しいんですよ。これはちょっと大人の味ということで、ありがとうございます。ポンちゃんを出汁に使っている夫婦です。そしてのど飴、これはもう、クルケンパパの調子悪っていうのをね、ありがとうございます。そして次々いきますよ。梅ようかん、梅味ね。それからこれも話題に上りました、吉原伝中ってやつですね。なるほど、ほう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 、立派なやつ、大きいよ、すごく。またいただきます。そして大好物の銀杏。銀杏うまいよね、もうこの季節銀杏だね。そうだね、はい、そしてオーナメント、これはハッピーバースデーですね。また、ド派手にハッピーバースデーを貼らせていただきます。そして本当のポンちゃん用ということでは、これです。これが、ホットカーペットだね。で、うちでも使ってるのとほぼ同じスタイルのものかな。ちょっとなんか新しいのかな。周りが角がすごく丸くなってて、ちょっと大きい、同じくらいかな。ジャン君もポンちゃんも、そうだね、よかったね。二人で並んで、そんなスペースはないんだけどね。また別の場所でね。それからこれです、カシャカシャのやつ、紐のやつね、ヤーツですね。あ、紐か、そうそう、はいはい、紐はもうジャン君がバッチリですね。はい、さらに納豆味、うまかっぺ梅味、これはあれか、あれじゃないのか。あれじゃないんじゃない、あれみたいな、あれってなんや、あれだよね、ちょっとドラえもんっぽい絵の描いてあるやつ、それみたいなやつね。うまかぼ、うまかぼの似た感じのやつ。あ、でもきっと違うんだよね、違う、うまかぼじゃないんだよね。はい、食べてみます、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうだね。そしてなんかすごいでかいものが途中にあるんだけども、先にこれ、ポンちゃんハッピーバースデーということで、お誕生日7歳、7歳になっちゃったね。ポンちゃん7歳か。はい、ありがとうございます。ちゃんと黒猫ちゃんがいるよ。お前、あ、影、こっちからだとね、影になっちゃう。そっか、裏もあったんだよ。はい、はい、いつもありがとう。かわいいね。それからこれはインコのバッグだね。あ、インコのバッグ、マオイママさんが好きなインコです。インコです。猫の次にインコ好きです。いい、そしてこれは、あ、首輪が入って、かわいい袋に、にゃんこの袋に、はい、ポンちゃんの似合う和柄の、はい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 、いいですね。梅かな、これは ね、あ、かわいい。お、これもポンちゃん用だね。ポンちゃん用です、うん、はい、ありがとうございます。とても似合うと思います。これ手作りの、ほうほう、これね、あの、アクリルのゲートで編むと、あの、洗剤使わなくても落ちるよっていうやつ編んでくれたみたい。すごい、ちょっともったいなくて、あ、なんか使いにくい、つい使わないとかなっちゃうんだけど、はい、そうだね、そのそう、汚しちゃうとね、そうと思うとっていうことですが、はい、ということで、しばらく飾ったと思います。これは、また話題になっていたオムレツを作るためのフライパンがないって言ってしまったので、いただいてしまいました。すいませんね、ありがとう。そうそう、買わなきゃと思ってたのに。もうね、もらったものはもらうっていうふうに決めたので、ありがとうと、高らかにありがとうと言います。この立派なやつということで、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんは、ポンちゃんはここに入ってます。ここで爆睡中ですが、今日はポンちゃんチェックなしだね。本当になんかずっと寝てんだよ今日。このね、ベッド本当にお気に入りになったみたいで、そうね、そう、すぐ入って寝ちゃう。なんか顔になってて可愛い。お、はい、明日からオムレツ作ります。はい、どうもありがとうございました。ポンちゃん可愛いね、その首は。
ぽんちゃん。もうちょっとよく見せて、ぽんちゃん。はい。はい。ぽんちゃんお似合いよ。かわいいよ、ぽんちゃん。いいね、ぽんちゃん。うん。はい、よく見えました。